新コーナーイエーイ。その名も東京美意識調査台イエーイ。東京表参道にあるヘアケア美容室リリーの美容師3人がおしゃれな街のおしゃれな方々に美容に関する意識調査をする新コーナーです。はい、じゃあ今回もおしゃれスポットにじゃーん。はい、行きましょう。めっちゃかっこいいなとか思ったことはあります。ちょっとアクション起こしたこととかはありますか？いや、ないです。やっぱそこは美容師さんとお客さんの関係だと思って憧れのままです。アプローチをされたらどうします？多分あいい、うわーってなります。恋をしたってことはないかな。はい。ないですけど、かっこいいなとは思ったことはあります。同じです。なぁとは、はい、小学校のとこ、小学校の時に似てた美容師さんはかっこいいなって思ってました。ないですね。なんかアシスタントの人とかがかっこいい、若くて、はい。そこなかったんですか？ない。なんかブログ見つけて読んだけど。恋はしないですけど、私3年ぐらいずっと同じ美容室通ってて、でそれでその人にすごい憧れて、で美容業界入ってっていう感じでしたね。で、そうです。で、その後、私知らなかったんですけど結婚してたっていうのを聞いて、えってなって、すごいショックでした。いや、ないです。はい。担当の美容師さんに恋をしたことはありますか？ないです。私、女の人にしかやってもらわないので。はい。男性の美容師さんはあまり、うん、やってもらわないです。私も女の人にしかやってもらわないので、ないです。アシスタントさんとかないですか？あ、この子かっこいいな、かっこいいのはあります。あ、めっちゃ。担当の美容師さんに恋をしたことはありますか？ないです。本当ですか？ないです。でもよくはしてもらってますけど、恋はないです。恋愛はないです。私女の人で、小学1年生から行ってるんで、なんかもうお母さんとかお姉ちゃんみたいな存在で、なんかキュンってして恋になっちゃったなとか。ないですね。キュンってなんないですか？なんか髪触られてる。あ、ないです。ないです。はい。どうですか？なんか昨日染めたとこがなんかめっちゃかっこよかったんですよ、男の人が。でも何もないです。ないです。女の人なんで。女性の方だよ。はい、そういうの、はい、したいですね。ありますか？かっこいいなとは思いますけど、はい、恋はちょっと、まあ、お仕事だって思って、あ、まあ、それはないですね。ちょっとはないですね。はないですね。どうですか？おばさんなんで。では担当美容師に恋をしたことがありますかってことなんですが、はい、まあ少数のパテリスタがいらっしゃいましたね。そうですね。そういえばマーシーさんとなっちゃんさんが付き合ったきっかけって、なっちゃんさんがお客さんで来た時にメアドをなんかなっちゃんが置いてったからっていう噂を聞いたんですけど。いやー、それはまあ恥ずかしいからやめてください。まあそうですね。長いお付き合いをされている方もいらっしゃいますので、まあ、今美容師さんに恋をしている方がいればぜひ頑張ってください。